事態の早期打開を目指す、なら、その、愚かな印籠持ち、を、心臓発作でも何でも、現実から消去してしまえば済むのでは？問題は、神様、は、その変動でも、よい。人間の誰が生きようが死のうが神には無意味だ。人間的な価値観で言うならその、ゲームを遊ぶ人が誰であろうがゲームシステムは気にしない。ルールの中で人が、結論では自分らの利益を守る上で、善悪を求めるに過ぎず。そのルール上の容認。人間がそのルールを容認している限りは、その不正、異常、それも容認されてしまう。だが、面白い、わかみ？それ、により実際は提案されるものだ。それ、追いかけるのが、人間的には自分の生活を改善することに、通じる。多数決は無視できないが、打作の容認は結論で自分の生活を害していくことにつながる。結果だ。